揉んだり引き伸ばしたりしてない？これほんまあきません。そしてかなり危険です。早速なんやけど、みんな一緒にふくらはぎが釣りやすいか、老化がどれぐらい加速しているのかチェックしてみよう。みんなこうやって足組んで確認してもいいし、足こうやって下に出してこうやって確認するんやけど、こういうのでも別に構わない。どっちでもやりやすい方でやって、まず足首をこのように90度に曲げて指をぐーっと握ります。ほんでこのぐーっと握った指のまず親指側をこのように引っ張ってみて、指がぐーっと握るのかを弱いのかを確認する。小指側も一緒、ぐーっと握ってこうやって反対方向にぐーっと引っ張ってみる。ほんならこれぐーっと握ってられなかったりしたらあんまり良くないってこと。それで親指小指とも同じ力でぐーっと握れてたら、ふくらはぎがつりにくく、老化も加速していない健康な状態。つまりふくらはぎがつる、老化が加速している方は、指をぐーっと握った時に親指は強く握れて小指だけがめっちゃ弱いとか、これ小指側だけが強くて親指が弱い、逆もあるんやけど、要は握りに差が出てたらあかんっていうこと。これ差が出てたら他にもいろいろな症状も引き起こす危険なサインになってる。みんなどうやった？多分小指の握りがめっちゃ弱かったんちゃうかな、そんな感じする。ほんでこれ放置すると将来ふくらはぎが常につってリンパも詰まって老廃物が蓄積され、頻尿や血圧も高なったり、腰痛、膝痛や老化まで加速する可能性があるから、ほんま早めに解決しよう。概要欄にも友達限定のセルフケア授業の特典があるからチェックしてちょうだい。どすこいセルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家生態師のノブです。やっぱ戦わんのかいと思ってる皆さん、実は相撲をやって膝を手術してふくらはぎがつりやすくなったまま引退しました。そこで今回は私の考えるたった2分4つの専門的な筋肉を刺激して、ふくらはぎがつる、頻尿、血圧も下げて腰痛、膝痛も解消し、若返り、体全体の悩みも解消する学習の授業です。ノブ先生も膝手術してからふくらはぎがつって頻尿になったから、みんなの気持ちは痛いほどわかる。なんで一緒に解決したいねん。ほんまトイレ近いと大変やん。ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えせなあかんことがあります。みんなふくらはぎがつるからってこうやって強く揉んだり、このように無理やり引き伸ばしたりしてない？これほんまあきません。余計にふくらはぎをガチガチにしてる。ここで今回の原因と解消方法は、前置き長い思わんと数分だけ聞いてや。実は足の指が握れんようになると、1万歩歩いたり揉んだり伸ばしたりしてもなかなか単独で狙えない、体にはズボラでサボる筋肉があって、通称ズボラ筋と呼んでるんやけど、そのズボラ筋がちゃんと動いて働いてない証拠にもなってるから、1万歩歩いても揉んでも伸ばしてもふくらはぎもつったままリンパも詰まらせ、老廃物も蓄積し、頻尿や血圧も高なって老化も加速し、膝痛、腰痛まで解消せえへん。そして足指が握れんかったら、足首と足裏の位置が悪なって足のアーチが崩れてまう。分かりやすいんが、小指の握りが弱い人は靴裏の外側が減り、小指側にこのように体重が乗りやすい人、逆に親指側の握りが弱い方は靴裏の内側が減り、このように親指側に体重が乗りやすい人になる。そうなったら歩いてても親指側に乗ったり小指側に乗ったりって足裏全体で体重も支えられるようになるから、足首捻挫や外反母趾も引き起こし、膝や腰にも負荷がかかる。ほんまほっとくと怖いで。その貴重な情報のズボラ筋がちゃんと動いて働いてないのが崩れた原因になる。ではどうすんねんということで、格闘家整体師ノブ流の解消する流れとしては、今回の専門的なズボラ筋は8つ。でもこの体操のエクササイズは2分で誰でも簡単にできるから安心してください。ズボラ筋1つ目、すねの外側から小指側までの足首までつながり支える腓骨筋。ズボラ筋2つ目、すねの内側から親指側までの足首までつながり支える後脛骨筋。ズボラ筋3つ目、足の裏から小指側までの指までつながり支える小指内在筋。ズボラ筋4つ目、足の裏から親指側までの指までつながり支える母指内在筋。ここを専門的に単独で狙って動かし働かせます。結果ズボラから呼吸をして動いて働くから、膝下から足裏の機能も正常化し安定するから、各部のリンパ節も流れ、ふくらはぎの癒着して固まった筋肉も緩みつらなくなり、足裏でしっかり体重も支えられるので外反母趾、捻挫も予防でき、膝、腰に負担にかかるのも解消できます。ほんでこの膝下から足裏まで正常化して安定化すると、足裏、足首リンパ、質下リンパの通りも開通し、ふくらはぎって別名で第二の心臓とも呼ばれてて、その心臓のようなポンプも正常化するので、結果先ほどのリンパ節で老廃物を回収運搬させ、ふくらはぎの第二の心臓でドバドバ流し、下半身に溜まった尿にもなる老廃物が内臓までしっかり戻して、内臓洗浄でろ過され頻尿も解消し、血液サラサラになって血圧も下がっていきます。ほんで嬉しいことに足首周りには血圧も下げたり、健康長寿のツボもいっぱいあるから、そこも刺激できるし、老廃物も流れ内臓で洗浄し、血液もリサイクルされ全身にわーっと行き渡るので、健康で若々しい体も手に入る。ほんまズボラ筋をほっといたらえらいこっちゃっしょ。それでは脳書きはここら辺で早速実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。ではまず1つ目です。まず最初にこのように両方の膝をこのように近づけます。そしてかかとは動かさないで足の指だけこのように外に向けます。そのままの状態をキープしたまま車のアクセルを踏むようにぐーっとこのように踏みます。そうするとすねの外側のところに力が入りますので、そのままの状態で10秒間10秒 ×3 回です。ではみんないくよ。ぐーっとそう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。みんな足つってない？大丈夫？いくよ。ぐーっと踏んでくる。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。ラストいくよ。ぐーっとそう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10です。意外にこれだけでもきつくない？次は2つ目です。まず最初に足の裏を合わします。これできる範囲で構いません。そのままの状態をキープしたまま、かかとは動かさないで足の指だけこのように少し天井の方に持ち上げます。そのままの状態をキープしたまま、車のアクセルを踏むようにぐーっとこう押し合いっこします。そうするとすねの内側のところに力が入りますので、そのままの状態で10秒間10秒 ×3 回です。ではいくよみんな。ギュッとそう1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。もう一度再度こう足ちょっと上に上げてね、親指をちょっと天井の方に上げるような感じ。そのままぐーっとこうね、押し合いこう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。ラストいくよ。ぐーっと 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10です。意外にこれも辛いやんね。では次3つ目です。まず最初に膝をこのように近づけます。次にかかとは動かさないで足の指だけこのように外に向けます。そのままの状態をキープしたまま、今度は指をぐーっと握ります。この時に小指側を特に握ってください。そうすると小指側の裏のところに力が入ってきますので、このままの状態で10秒間10秒 ×3 回です。ではいくよみんな。ギューッと握って 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。もう一回いくよ。ギューッと 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。ラストいきます。ギューッと 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10です。みんなこれも足つりそうになってない？足つる人は相当足首とか指が弱ってる証拠。では次4つ目です。まず最初にここ握り拳2つ分ぐらい膝を離します。次にかかとは動かさないで足の指だけこのように内側に向けます。そのままの状態をキープしたまま指をぐーっと握ります。この時は特に親指側を握ってください。そうすると親指側の足の裏のところに力が入りますので、このままの状態で10秒間10秒 ×3 回です。ではいくよみんな。ギュッと握って 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。もう一回いくよ。ぐーっと頑張って握って 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。ラストいくよ。ぐーっと 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10でーす。みんな大丈夫？最後まで頑張りましたね。ほんで、みんな、すねの外側とか内側ってどうやった？入りにくくなかった？もしこれで入りにくいっていう人がおったら、両方ともこれ、膝の角度ちょっと注意して。みんなこれね、曲げすぎてたり、伸ばしすぎたりしてるから、だいたい膝の角度90度ぐらいにするぐらいがいい。そこからちょっと伸ばすぐらいなら構わへんけど、それぐらいにした方がいい。それぐらいにすると、足の裏がつったりとか、あとは若干入りにくいっていうこともなくなるから、膝の角度結構注意してみて。ほんで、これ終わった後、ふくらはぎこうグッと伸ばしてみて、めっちゃ伸びやすかったりとか、ふくらはぎとかこうやって揉んでみて、めっちゃ柔らかくなってるから。それでもあんまわからんっていう時は、これ腰の柔軟性とか見てみて。さっきよりかめっちゃ腰の柔軟性が上がってたら、ちゃんとできてる証拠。そしてこのエクササイズ後に合わせておすすめな、さらに健康寿命を上げる方法もご紹介しますので、最後まで注目して見てちょうだい。これ座ったままできるし、正確にはたったこれだけ。めちゃめちゃ簡単でしょ。この毎日たった2分の行動力、これがセルフ健康貯金への秘訣ですからね。ほんま食べてほしいわ。ほんまここまで注目してみてくれてありがとう。その生徒みんなの高評価、チャンネル登録、そしてコメントが私の最大の励みになりますので、応援よろしくお願いいたします。ここでお話ししていた今回のエクササイズをすると、柔軟性も上がる、関節の動きも安定化するので、後におすすめな、さらに健康寿命を上げるセルフケアを一緒にやって、もっと貯金をしていこう。まず最初に足の指の間に手の指をこのように入れていきます。そしてこのままの状態をキープしたまま、足首をこのように回します。これ逆の方向にも回してください。だいたい30回ぐらい回すとちょうどいい。これをすると足の指周りとか足首周りのさらに健康になるツボも刺激でき、骨盤矯正もできて姿勢改善にもなるので、合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。これ両方やってねー。